とんがらさをもっと大事するから。さて、じゃあ今日は、子牛肉を使います。子牛のお肉と生ハムを使ってサルティンボッカ。子牛肉に、ハーブ、セージっていうハーブを今日は使うんですが、これとそれから生ハムでそのお肉を巻いてあげて、それをソテーしたお肉料理です。サルティンボッカ。子牛肉を叩いて伸ばし、セージと生ハムを乗せ、小麦粉をまぶしてバターで焼いた料理。サルティンボッカとは口に飛び込むという意味。それほど美味しいということからこの名が付けられたローマの名物料理。じゃあまずは子牛肉、これをまずは叩いて薄く伸ばします。だいたい1人前肉の量で言えば 60g から 70g くらい、繊維を切ってるっていうのもあるし、あとはその薄く伸ばしてあげてさっと火を入れてあげる。熱いと要は火が入るまで時間かかっちゃって、生ハムのところは要は風味が焦げてきちゃって、まあこれくらいの薄さに、だいたい厚さで言うと 2mm くらいの薄さになるよ。で、今日はこれ生ハムを外側に巻くから、生ハムってほら塩味が結構あるから、あんまりこの下味はそんなに強くしない。セージ、これをもう大胆に1枚。余分な粉をちょっと、まあ、これであとはこれを焼いていきます。バターは温度上がりきっちゃうと今度焦げてきちゃう。バターが要は焦げるのを防ぐためにも肉を薄くして、そうすると火も入りも早いからバター焦げずに火が入る。で、生ハムが色づいたら、こんなもんで揚げちゃいます。これが要は肉汁が全部出たソースの味のベースになるので、ここにもう一度バター、そしたらそこにあと白ワイン、で軽く塩味で味を整えてあげて、でこれを上から。簡単だけど完成です。生ハムを巻くんで塩加減は極力抑えてはいけないので仕上がりがしょっぱくなっちゃいます。あとは子牛肉を薄く叩いて伸ばしているので、火を入れるときに火を入れすぎないこと。子牛肉はもともと柔らかいので、表面が色づくくらい、そしたらもう中まで火が入っているので OK です。シェフズホリデー毎週金曜日更新しています。皆様ぜひご覧ください。でも結構簡単でしょ、作り方見てたら。今見てると、ね、セージが効いてるよね。赤ワインとほんと合う。美味しい。また来るよ。チャオ。